ペンスじいさんの、あ、家族農場ここか。はい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 。ちゃんと建物入れるかな。あー待って、ここも屋根ボロボロじゃないですか。ちょっときついな。一泊するには寒そう。いやー、これは厳しいな。まあその奥でやれば、あ、風はしのげるか。ロッカー、お、ミリタリーコート、あったかそうだな。あ、水は、あ、作業用ブーツか。ちょっと重たいですね。あ、救急パックとかいろいろある。あ、ストーブあるんだ、寝れる。あ、そうだ、そういえばスリーピングバッグ持ってきてなかったか。あ、一泊はできるな。ちょっと重量上がっちゃうのか。どうしようかな。まあ、あったかいですね。これにするか。あ、これは上がるな。45% でこんなにいいんだ。ただ、重量がめちゃくちゃ重い。2キロか。重量重いのはきついですね。ちょっと置いとこう。あとは、ここら辺ですよね。あ、そうか。これ2つつけれんのか。これはいいですね。ちょっと温まりましょうか。服が濡れちゃってるんで。あー、いろいろあんな。これ使え、ん?鋳造。ここで金属のあれ溶かしてやれるってこと?これ入れよう。はい。石炭がいっぱいある。これで温度を上げていくか。救急箱いるかな。鎮痛剤は欲しい。何にもない。あ、軍靴、あ、これいいな。でも2キロか。ちょっと考えよう。あ、作業台もあるのか。あ、ライフルがある。いろいろあんな。あ、釣り道具もありますね。まあ一応もらっとこう。まあ最悪ここら、下にもなんかいろいろあるな。あ、薪がすごいいっぱいありますね。おー、釣り道具いっぱいある。木箱もあるし、かなり物資は豊富だ。あ、晴れてきたかも。ちょっともったいないな。3時間分あるんですよね。体は温まったけど、あんま乾きが良くないな。ハーブティーでも飲んできましょうか。コーヒーかな。缶コーヒー。これ飲んだらいっちゃおうかな。ちょっと火がもったいないけど、3時間分あるからな。温まりたかったけどな。あ、コーヒーできた。飲みましょう。あ、でももうお腹いっぱいだな。行きましょうか。このまま新しいエリアの方まで行ってみるか。あそこもなんかあるんだな。壊れてる。あ、そこ遊歩道になってんだ。こっち側から行くか。ここら辺の建物が壊れてんのも全部、あれなのかな?地震の影響かな?ん?なんかいるかも。狼か。狼いますね。なるべく撃ちたくないんで離れてきましょう。来るなよ、こっちが。最悪今だったら、松明使えるからな。いやー、ここ突っ切るのはきついな。そしてもやってきた。いけるか、これ。怖い。いけるか。大丈夫そうですね。視界がどんどん悪くなってる。
やばい、ここ高台ですね。降りれないかも。そっから降りれるか。いや、ちょっときついかな。ちょっと厳しいですね。ここいける？あ、意外といけるんだな。危ない、捻挫するって降りれた、降りれた。こっち側から行くか。まあこの端っこ沿いに行けば新エリアへの道がまた見えるとは思うんですけどね。捻挫怖い。何にもないというか見えないですね。また死体がいる、あるのか。あー、丸太。あ、これ戻ってきたのか。そうですね、戻ってきてるな。線路のとこですよね、これ。戻ってきた。じゃあこのまままっすぐ行っちゃうか。このエリアではないみたいなんですよね。まっすぐ行こう。いやー、あー、電線とかも切れちゃってんだな。お、来ましたね。よーし、さらに先へ。うわー、来ましたね。メンテナンスヤード。うわー、そこ遠いめちゃくちゃ遠いし、建物が何にもなさそう。これはかなり大変ですね。やーりゲット。やり、そういえば重量結構ありそうなんだよな。軽くしとかないと。うん、とりあえず槍のある家を目指して頑張りましょう。いや、これは大変。天気も悪いし。うわー、で、まっすぐ線路沿いですね、しばらくは。これ滝の音か。ここは初めてだな、ここ来るのは。これ洞窟とか逃げ場所を確保したいですね。滝の音はしてる。あ、狼いるな。狼来るか。あれ、あれ、行き止まり。嘘、途中左行かなきゃダメだったか。地滑り。嘘。こう回ってけってこと？こっち？いや、厳しいな。この上から見てみるか。うわ、通れなくなってる。これいけないですよね。何にも見えない。こっち側行くのか。うわー、遠回りだ。いか、危ない危ない。狼のいる方だな。最悪撃った方がいいですね。こっち側か。いやー、こっちから行くの？これは大変。これ上がれんのかな？あー、こっから行ける？いやー、危ないでしょ、これ。これは無理だな。
狼いる。あ、狼来た？なんか騒いでんな。これどうなってんの？ここもう行けないですよね。こっち側から行くか。この川沿いに行けば行けるかな。狼がいる。いやーすごい渓谷か。行き止まりもしかして。そう。これはいけないですよね。登山用ロープとかもないし。うわー、ダメだな。なんか時間がまずいんじゃないのこれ。もう夕暮れだな。寝床を確保しないと。どうしよう。何にもないな。その槍があるとこまで行かないと大変ですね。建物が全くない。今どこ？ここか。うわ、遠いな。洞窟でも何でもいいから探さないと。ああ、ウサギがいる。あ、狼いますね。やっちゃうか、あれ。やった。ちょっとお尻だったけど。ああ、ウサギも死んでる。とりあえず、これはこのワインしとこう。待って、これ。ここも行き止まり？これ全部行き止まり？ここ上がってくの？そんな急斜面行く？いや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 、そこウサギ死にまくってんな。これ上がれんの？いや、捻挫するって。あ、無理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 。上がれない上がれない。どうなってんだこれ。先が死にまくってる。まだ気温はいいんですけどね。多分そろそろ寒くなってくるかな。こっちから上がれんのか。あ、そこなんか見えるな。電線かな。とにかく建物を探さない。ん？足跡？これ誰の足跡？あれ？自分の足跡これ。え？そっちから来てないですよね。これは誰か来てたのかな？足跡が残ってる。まあいいや、行ってみよう。これ自分の足跡？こっちから来てないですよね。あ、残ってる残ってる。ここ来た？あ、戻ってきたのもしかして。嘘。いかん。やっちゃったかも。自分の足跡だ。まさかのぐるっと戻ってきた。しかもここあるじゃないですか。こっから抜けれそう。ぐるっと一周してたのか。こっちですね。多分。無駄に探索してた。やっぱ視界悪い中移動するのは良くないな。あ、でも行けないな、ここも。やっぱ通れないですね。これぐるーっとまた戻るだけですね。どうしよう、本当に日が暮れちゃうんで、決断しないと。どこで休もう、今日は。意外と体力は残ってるんですけど、あそこの農場のところまで戻るか、頑張って目指すかですね。目指すか。なんか洞窟とかもありそうですからね。
とりあえず視界はちょっと良くなったんで、このまま頑張っていくしかないな。でも滝で行けなかったんですよね。地滑りで行けないですよね。どうすんだろう。ここも滝で塞がれてるからな。もう一回こっち行ってみよう。やっぱ木を伝っていくしかないのか。あそこになんかあるんですよね。あそこか。あそこ行ってみよう。ここ上がって、これでしょう。これで行けそう。なるほど。こっちからだ。とりあえず天気が良くて、まだ日が出てるうちに、槍がある家まで行きたいですね。ちょっと無理してる感もあるけど、最悪野宿ですね。それだけの滝拾ったかな。繋がったかも。来ましたね。はいはいはい、迂回できた。なるほど、これでいいのか。さっきの地滑りのとこだ。迂回はできたけど、とにかくなんか屋根のある建物がないかな。ちなみにこれってこの先のエリアもあんのかな？ないのか。一応エリア、ここは端っこなんですね。鹿がいる。メンテナンスヤードっていうところで休めそうな気もするな。もうちょい先か。暗くなってきたぞ。急がないと。鹿がいますね。そこに車両も止まってる。おお。この中でも休めそうだな。かっこいいですね。綺麗。なんかすごい綺麗だな。機関車。はい。いい写真だな。中入れるかな。入れないんだ。ダメだじゃあ。メンテナンスやと、こっから降りれる？うわー、これまた、通れないですよね。その丸太から、これ上がれないですよね。この中から入んのか。なるほど。そういうことか。熊出てきそう。マッチがあって。なんとか。ここで一晩過ごすか。なんとか過ごせそうだな。もうちょっと、待って、クマがいる。どうしよう。撃ったら。嘘。